禁煙方法を教えてください、はい、あの禁煙外来を受診をいたしましてで処方されたお薬を服用してましたであの、えー、お医者さんにその、えー、と受診した時に看護師さんの方から、えー、禁煙の宣言書っていう紙を渡されて看護師さんと一緒にその、えー、これから頑張っていくという。 その宣言をさせていただいて、でそのお約束したことをなんと,なんとか守っていきたい、まあ、こういう思いで、えー、とずっとと頑張りりまましたありがとうございます次に禁煙に成功してよかったかとを教えてくださいまずは、えー、と私はあの人間ドックを毎年受けてるんですけど、肺活量がこう毎回その、えー、落ちてるっていうのを、 感じてましたでその肺活量が肺のその機能負担が少しこう軽減されたっていうふうに感じてますでその部分はと,とても良かったなって思ってますあと今タバコを吸ってる人っていうのがあまりこう社会的に言うとあまりよろしくないとで評価も悪くなってしまうのでそういった面で社会的な意味で タバコをやめられたっていうのはいいことだっていうふうに感じていますでもう一つは経済的な負担私は1日1箱20本吸ってたんですけど今タバコも高くてですねこれ 30, 30日吸うと1万5千円にもなってしまうのでそういった意味で月毎月1万5千円の負担っていうのは 決して軽くないので、それがなくなったというのは非常に、えー、ありがたいなと思ってます、はい。ありがとうございます。それでは禁煙して大変だったこと、つらかったことなの、まあ、どうやって乗り越えたかも含めて教えてください。はい、えっ、ー、とですね、やっぱりタバコを吸いたくなる気持ちっていうのが出てくると思います。特に、えー、起きたばっかりの時だとか。 あるいはそのお酒の席でみんな周りの方がタバコを吸ってたりすると、えー、やめたけどやっぱり吸っちゃおうかなみたいな誘惑っていうのはいっぱあったと思いますただまあ約束したことですしそれからせっかく始めたのにまたダメだったというのも、えー、とても残念なので一、えー、回一回頑張ってたんですけどその繰り返しの中で ありがたいことにもう1年と半年吸わないで来られました、はい、ありがとうございますそれでは最後にこれから禁煙する方へのメッセージをお願いいたします、はい、私は先ほど申し上げた通り今回が初めてではないので3回目ぐらいのチャレンジだったと思うので、えー、正確に言うともっとあの回数多いかもしれませんけどえー、っとそれなので まずは成功するか成功しないかというのは結果のことなので、チャレンジしてみるということが本当、大事だと思ってます、その結果、成功する場合もあるでしょうし、まあ、残念ながらということもあるんでしょうけれども、必ずいつかはやめられるときが来ると思いますので、まずはぜひチャレンジをしてほしいというふうに思います、はい、ありがとうございました。